2020年9月16日、衆議院本会議場で内閣総理大臣の指名を受ける菅義偉を拍手で、称える松本松本淳は、日本の政治家、衆議院議員、愛称、松淳、国家公安委員会委員長、消費者及び食品安全担当大臣、防災担当大臣、総務大臣政務官、内閣官房副長官、衆議院厚生労働委員長、 自民党政策調査会会長代理、自由民主党国会対策委員長代理等を歴任。神奈川県横浜市中区生まれ。野毛山幼稚園、横浜市立本町小学校、商工学院中学校、高等学校、東京薬科大学薬学部卒業。松本は東京薬科大学の軽音楽部に所属しており、ジャズバンドでベースを担当。松本はベースを、 派手さもないとしながら、なければジャズは成り立たない、縁の下の力持ちとして、日経新聞は、松本の政治信条にダブル、投票した、薬剤師の資格を取得し、大学卒業後は、SS 制約などに勤務。1990年6月、横浜市会議員補欠選挙に、中区選挙区から立候補し、初当選。以後横浜市議を3期務める。 内閣官房副長官時代に日本経済新聞のコラム公有所への寄稿で政治家を目指すきっかけの一つは横浜モレスの岡田社長との出会いを挙げている。松本は再開発の煽りで衰退した野毛の活性化のために大道芸を企画、運営したが、それを目にした岡田社長が一緒に頑張ってみないかと青年会議所に誘い、 青年会議所で政治のノウハウを勉強したとしている。1996年横浜市議を任期途中で辞職。同年10月の第41回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で神奈川一区から立候補し民主党公認の佐藤健一郎らを破り初当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙では 神奈川一区で前回下した佐藤に敗れ、比例復活もならず落選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、神奈川一区で佐藤を破り、国政へ復帰。同年11月、第2次、小泉内閣で、総務大臣政務官に就任。2004年9月、第2次、小泉改造内閣で、総務大臣政務官として留任し、第3次、 小泉内閣まで務める。2005年の第44回衆議院議員総選挙で参戦。同年11月、自由民主党国会対策副委員長に就任。2006年の安倍晋三総裁の下で自由民主党副幹事長に就任。2008年、麻生内閣で当選3回ながら内閣官房副長官に任命された。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、神奈川一区で民主党新人の中林美恵子に敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し四選。同年、自由民主党副幹事長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、中林に5万病強の差で当選した。同年十二月十七日。 衆議院厚生労働委員長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙で6選。2016年8月3日に発表された第3次、安倍第二次改造内閣において初入閣。国家公安委員会委員長見解用政策、労働問題担当、国土強靭化担当、内閣府特命担当大臣に任命された。2017年4月。 総合海洋政策本部が内閣府へ移行したのに伴い内閣府特命担当大臣に就任。8月3日内閣改造に伴い国務大臣を退任。その後の第48回衆議院議員総選挙で7選。2017年8月自由民主党国会対策委員長大臣に就任。 2021年1月29日、同年1月に新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言下でクラブを訪れていたことを理由として自民党国会対策委員長代理を辞任。2月1日には自民党を離党した。同年7月1日、松本淳講演会は松本と共に横浜市で会合を開き、政権与党の自民に所属することが望ましい。 松本淳及び講演会は副党を働きかけるとする決議文を作成。7月2日、決議文を党県連に提出した。県連幹部は東京新聞の取材に副党願いと受け止めているが、検討に値しないと述べた。松本は厚生労働に関する政策を進める中心人物で日本経済新聞によれば中心的な住人として宮沢陽一。 鴨下一郎、野田武氏などと並んで、松本の名前も挙げられている。創薬力強化に関する政策松本は、日本の創薬力を強化するため、日本政府に働きかけ、政府は、総額926億円の予算を計上した。財務省で、麻生財務大臣と会談し、創薬強化プランを通じて、厚生労働省、経済産業省が連携し、 製薬産業がイノベーションを起こせるよう促した。経済産業省は、早期診断、個別改良の推進の観点から、疾病リスクの早期診断、IoT 活用などを挙げ、プランを推進した。松本は、インタビューに対して、創薬は、日本国民と命の安全保障として、我が国の創薬力は強化されるべきと語った。日米交渉における、薬価自由化反対松本は、 1990年代後半の日米交渉における医療品の輸入緩和交渉において日本の医療制度を守るため医療改革を進めた。米国での高齢者向け医療保険は薬剤費が全額患者負担なのに対して日本では国民皆保険のもと薬剤費は出来高払いになっている。この違いを無視して米国流の自由薬価にすると医療保険は 公開するという懸念があった。厚生労働省は、価格の上限価格を設定した上で、超過分を患者負担にする案を提案したが、医師会は、医療機関の経営を危うくすると反発したが、米国の要求が厳しく対応が迫られた。日米交渉では一歩も撤退せず、日本の主張を守り抜けという主張もあったが、医療費を負担している企業から、 これ以上医療費を負担できないとの声もあり、改革が迫られた。松本は新聞社の囲み取材に対して、日米会談までに改革の方向を示すべきとして、大事なのは国民という意見とともに、医療改革をして、薬価引き下げと医療の効率化をすべきだという考えを示した。交渉の結果、より効果的でより費用効率的な治療を患者に、 もたらすような革新的な製品の導入を妨げないよう医薬品及び医療用具の革新性の価値について再確認するというメッセージがまとめられジェネリック医療品導入や医療用具の不均衡改善などは盛り込まれたが松本らが懸念した薬価の自由化は見送られ日本の医療の崩壊は免れた松本は貧困対策推進法を 当時衆議院厚生労働委員会の委員長として推進し2013年6月19日に成立させた。貧困対策推進法は子供の将来が生まれ育った環境によって左右されないよう貧困対策を総合低金推進することを目的とした法案で2014年1月17日に施行された。具体的な対策として 貧困の把握と改善、教育支援、生活支援、保護者の就労支援、経済支援、調査研究の支援を軸に、政府、都道府県に対策するように求めている。2013年5月31日、松本は厚生労働委員会委員長として、足長育英会の学生らが見守る中で、法案を提案し、全会一致で可決、成立させた。防災、 減災と耐震法改正松本は防災省時代の2016年に1978年制定の東海地震に備えた大規模地震対策特別処置法の抜本改定をした。耐震法は東海地震に備えた法律で南海トラフで発生する南海地震や東南海地震には対応していない。 阪神淡路大震災などの教訓を受け改正の声が広がっていたが、松本は防災、減災に向け、耐震法の枠組みにとらわれず議論してほしいとして、有識者会議からの報告を促した。2017年の報告書では、角度の高い予知は困難として、事前予知を前提とした現行法を見直す必要があるという内容となった。 防災よりも減災に重点が置く必要があるという内容となっている。松本は防災に対して2017年1月17日阪神淡路大震災の22周期のインタビューにおいて震災から得られた教訓をしっかり検証し次の世代に伝えていくことが重要。首都直下型地震や南海トラフ地震への災害対策を進めたいと答えている。 糸井川市大規模火災での対応を2016年12月22日昼、新潟県糸井川市で大規模火災が発生した。火事は強い灰が吹いていたこと、発生地域が昭和初期に建造された岩木造の商店街や木造住宅の密集地域であったことにより拡大し延焼した。その規模は 地震や津波の二次被害を除いて単一出火の炎症では国内過去20年間で最大となった12月27日には自民党災害対策特別委員会総務部会の合同会議の開催この会議ですでに現地視察を行った自民党新潟県連の報告や要請を踏まえて今回の火災災害を強風による自然災害と位置づけて 被災者生活再建支援制度を活用することができないか政府に早急の検討を求めることを決定した。こうした要請を受けて災害担当大臣であった松本は麻生太郎財務大臣らと調整を行い2016年12月30日に糸井川大河で住宅被害を受けた人に被災者生活再建支援法を適用し支援金を支給することを明らかにした。 松本は2019年10月都内で開いたパーティーであと10年も経つと60%の経営者が70歳になるという時代を迎える。日本経済を支える中小企業が元気に世代交代できるような環境を作ることが大事だと自身が改正を後押しした新たな事業継承税制の活用を呼びかけを行った。同税制は 中小企業経営者が次世代へ円滑に事業を譲り渡せるように設けた特例の優遇措置で昨年4月に利用条件を緩和した新制度が始まった特例措置の期間は10年間380万もある中小企業もっともっと多くの方に活用いただき皆さんが元気に日本を支えてほしいと期待を寄せていた松本の政治資金管理団体 自由民主神奈川県第一選挙区支部は、ナイス株式会社から、2011年から2016年まで、毎年、2018年に12万円を7回、計84万円の献金を受けた。ナイスは2019年5月16日、金融商品取引法違反疑いにより、強制捜査を受け、7月25日には、元会長ら3人が逮捕された。 松本は粉飾決済が行われたとされる2015年以降も3度にわたってナイスから献金を受け取っており、問題視された。2021年1月8日から新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されている中、松本が1月18日、東京都中央区のイタリアンレストランを午後8時50分頃に出た後、 銀座のクラブを2件訪れ、午後11時20分頃にクラブを出てタクシーで赤坂にある議員宿舎へ帰ったことをデイリー新庁が1月26日に報道した。同日、松本は記者団に訪れた3件の飲食店すべてについて要望、陳情を受けたまわる立場で一人で行っていると説明。また、閉店後に店に入った。 店にいたのは店主たる人と自分だけだったと述べた。1月27日、菅義偉総理大臣が参議院予算委員会で松本と公明党の遠山清彦衆議院議員がそれぞれ緊急事態宣言中に銀座のクラブを深夜に訪れていたことについて謝罪した。1月29日、松本は非常に軽率な行為を反省している。心から お詫びしたいと謝罪して、自民党国会対策委員長大臣を辞任した。当初は、一人で飲食店に行ったとの説明だったが、2月1日、松本は、記者団に対し、他のライタ同文部科学圏内各府副大臣、大塚隆史国会対策副委員長に声をかけて、イタリアンレストランと3件目のクラブで同席したと、明らかにした。 イタリアンレストランでは3件目のクラブの関係者の女性2人もおり、5人で会食した。田野瀬と大塚はそれぞれ役職を辞任することとなった。同日午後に松本は田野瀬、大塚両議員と共に自民党本部で2回、都市広幹事長と会談し、離党勧告を受けたことを受けて離党届を提出した。離党届は持ち回りの党記委員会で受理された。 自民党時代、ありがとうございます。